フリーでウェブデザインの仕事をやっているものですが、つい最近体験した話を書いてみようと思います。仕事柄、基本的に自宅で仕事をしているため、昼夜問わず息抜きに近くの公園に散歩に出かけます。数ヶ月前に私の家の近所に5棟からなる大きな団地ができました。団地の前にはかなり広い芝生の公園も作られ、昼間は団地の住民たちであろう子供連れの家族たちでにぎわっています。とても開放感のある公園なので、私にとってもお気に入りの公園になりました。夜中に行くと、昼間のにぎやかさとは打って変わって、誰も人がおらず静まり返っています。そんな公園でベンチに座って夜空を見上げながら一服していた時のことでした。何やら声が聞こえ、その声の出どころを探してみると、私の座っているベンチからかなり離れた公園の片隅に生えている木の下で、一人の人が携帯で話をしていました。真夜中に私以外の誰かがいるのを見かけることはなかったので、なんとなく興味を惹かれました。電灯と団地からの明かりで夜でも明るい公園だったのですが、かなり距離があったのと、木の下にいて影になっていたのではっきりとは分かりませんが、私と同じく中年男性のようでした。真夜中の静まり返った公園なので、その声は私の耳にもある程度届いてきます。男性は少し興奮気味な様子で、それなりの大きさの声だったこともあると思いますが、ところがその話している言語が私には全く理解不能の言語だったのです。近所で中国人や韓国人を見かけることもあり、そうした国々の人かとも思いましたが、どちらの言語とも違うようでした。中東や他のアジアの国々、欧米のどこかの国の言葉にも思えず、聞いたこともない言葉でした。見たところは日本人、もしくはそれに近い国の人のように見えたのですが、知らない言語を話していることにますます興味を惹かれました。一体どこの国の言葉なのだろう。こんな真夜中にこんなところで何を話しているのだろう。そんなことを考えながら耳を傾けていると、不意に私の耳に「球界」という言葉が飛び込んできたのです。球界？似た音の言葉なのかとも思いましたが、確かにそう聞こえたような気がしました。男性は団地を見上げるように顔を向けていたので、私も団地の方に顔を向けました。何階建てか数えてみると10階建てでした。球界に何かあるのかと思い、そのベンチから見える範囲の3棟の9階のフロアを見てみました。ですが、そこで何かが起きていたり人がいる様子もなく、ただ静まり返った廊下が伸びているだけです。やはり似た音の言葉だったのだろうと思い、男性の口調が落ち着いたこともあり、私は家に帰りました。その2日後のことでした。その夜も私は一人その公園のベンチで一服していました。するとちょうど目の前に立っている塔の廊下を、男性らしき人物がエレベーターがある方向から部屋の方へ歩いて行くのが見えました。かなり遅い時間だったので、あの人は残業だったのかななどと想像しながら眺めていました。するとその男の人は不意に廊下の柵を乗り越えて飛び降りたのです。
落ちた先は植え込みと駐輪場があるため、私の位置からは見えなかったのですが、ドンという衝撃音が聞こえてきました。驚きのあまり私は立ち上がりました。どうしようかと迷いましたが、おそらく目撃したのは私しかいません。携帯で110番に電話をかけ、人が飛び降りたことを伝えました。本来は119番にかけるべきだったのかもしれませんが、焦っていたため真っ先に思い浮かんだ番号にかけていました。どのくらいの高さなのか聞かれ、回数を数えてみると、9階でした。9階から落ちたらただで済むわけはありません。おそらく死んでいるのだろうと思いました。その場で待機しているように言われ、現場に近づくことができないまま待っていると、しばらくして2人のおまわりさんがやってきました。救急車も手配してあるので、すぐに来るとのことでした。私は説明し、落ちた場所を告げました。するとおまわりさんはすぐに見に行きました。待っていてくれと言われたわけではなかったのですが、死んだ人間を見るのが嫌でその場にとどまっていました。しばらくするとおまわりさんたちは私のもとへやってきて言ったのです。男性が落ちたあたりには誰もおらず、それらしき形跡も何も残っていないと。私は驚き、そんなことはないと言って一緒に確認しに行きました。すると確かに落ちたあたりには人の姿もその痕跡すらも残っていなかったのです。おまわりさんたちは救急車の手配を取りやめる連絡を入れ、私に根掘り葉掘り聞いてきました。ですが私が至って正常であることがわかると解放してくれました。私には何が何だかわからず、釈然としないものだけが残りました。それから数日は仕事の追い込みで夜中に散歩に出ることはありませんでした。追い込みを乗り切り、外の空気が吸いたくなったため散歩に出かけると、自然とその公園へと足が向かっていました。公園に行くと数日前のあの不思議な体験がよみがえり、あれは一体何だったのだろうかと考えていました。するとまた声が聞こえてきたのです。その方向を見ると、以前と同じように誰かが木の下で携帯で話をしていました。私は思わず注意深く耳を傾けましたが、近づくほどの勇気はありませんでした。その人は前回と同じ男性のようで、やはりよくわからない言語で話をしています。私が体験した不思議な出来事にあの男が何かしら関係しているのではないだろうか、そう思っていたので、何かしらの手がかりがつかめないかと思ったのですが、何を話しているのかはどうしてもわかりませんでした。そんな時、私の耳に7階という言葉が飛び込んできたのです。とっさに7階を見てみましたが、そこには何もありませんでした。私は何か空恐ろしいものを感じ、家に帰ったのです。前回は9階で、今回は7階。前回にそれを耳にした後に起こったことを考えると、私は気がかりで仕方がありませんでした。翌晩、私は夜中に公園へと行きました。電話をかけている人の姿はありませんでした。私はしばらく注意深く7階の廊下を眺めていましたが、何も起こりませんでした。その翌晩も
私は夜中に公園へ行きました。やはり電話をかけている人の姿はありませんでした。そして7階の廊下を見上げていた時のことです。あの人同じように踊り場の方から部屋の方向に向かって男性らしき人が歩いてきたのです。まさかと思い、私は注意深く見ていました。するとやはり前回と同じように、その男の人は柵を越えて飛び降りたのです。全く同じことが起きたことに驚き、そして恐怖のあまり足がすくんでしまいました。地面に叩きつけられたかのような衝撃音も確かに聞こえてきました。確かめずにはいられませんでした。震える足で何とか歩き、私は男性が落ちた場所を見に行ったのです。するとやはりそこには誰もおらず、何の痕跡も残ってはいませんでした。一体何なんだ。私は何が起こっているのか理解できず、呆然と立ち尽くしていました。その時です。私の背中のすぐ後ろから、あの電話をかけていた人の言葉が聞こえてきたのです。私の体は瞬時に硬直してしまいました。すると私の耳にたった一つだけ聞き取ることのできる言葉が飛び込んできました。あなた。私はなんとか硬直した体を動かし、後ろを振り返らずに走って逃げたのです。それ以来、私はその公園に近づかないようにしました。あまりに不可解な出来事、それにあなたという言葉、私は恐ろしくて到底近づくことができなかったのです。しかし体験した私にとっては気がかりで仕方がなく、頭から離れることはありませんでした。私はそれで何かがわかるとは思いませんでしたが、夜中を避けて昼間にその公園の様子を見に行ってみたのです。すると昼間はにぎわっているはずの公園に誰一人として人がいませんでした。まるでいつも公園に集まっていた団地の住人の人々がすべて消えてしまったかのように、団地にも違和感を覚えました。誰も住んでいないのではないかと思うぐらい静まり返っていたのです。すぐに気づきました。団地の入り口は閉鎖され、張り紙がしてあります。張り紙を見に行きました。するとそこには立ち入り禁止の文字が大きく書かれていて、耐震工事作業のため立ち入りを禁じますとの説明が書かれています。そんなバカなことはありません。まだできたばかりの団地だというのに、耐震工事のために住人を追い出したとでも言うのでしょうか。私は全く理解ができず、何とも言えぬ不気味なものを抱えて帰りました。それから1ヶ月後くらいのことです。家のポストを開けてみると、溜まっていた広告チラシに混じって入居者募集と書かれた用紙が入っていました。あの団地の入居者の募集でした。耐震工事のために住民を一旦転居させたのならば、工事が終わったら以前の住民を戻すものなのではないだろうか。消化しきれない疑問と不気味さが残りました。それからしばらく経ち、今は団地には住民たちがいて、公園も以前のようににぎわっています。
もともと住んでいた人たちが戻ったのか、それとも新たに応募した人たちなのかどうかは私には分かりません。今でもあの奇妙な言語で電話をかけていた人が公園にやってくるのかどうかも不明なままです。もう夜中にその公園には近づかないようにしているからです。